お、あずちゃんがスーッと出たよ。ラブくん、はい、ちょうだい。じゃあやっぱり裏に入ったな。裏に入っちゃった？うん。そーっとしておくしかないね。自分で戻るのを待たないと、ここで怯えさせると出てこない。一応把握を待つか。あら、あずちゃんの方を見つけちゃったね。うん？ヤブくんがあずちゃんを見つけて裏に入ってるんだ。よし、あずちゃん出てこないね。
ラブ君はアンズちゃんのベッドをチェックしています。そして水に手を入れて水温チェックですか、あなた。はい、ジャン君。オブちゃんはさ、年にするけど、シオ君は住んでで泊まるって何だ、住ん止め。アンズちゃん、帰っといで。ここ置いとくよ。ラブ君の体格がもうジャン君に迫ってるね。体の長さだけだったら同じかちょっと大きいぐらい。アンズちゃんが怯えるような音はあんまり立てないでくれるかな。ひだち、今結構ね、重要なとこにいると思うんだ。とりあえず今はさ、好奇心で裏に入ってると思うんだけど、その状態で怖がらせないように気をつけないとね。ちょっと早めにこの子たちにご飯あげて黙らせないと。さっき裏に入ってアンズちゃんにちょっかいも出してたみたいだから、はい、どうぞ、それやろ。しおくんのご飯だよ。はい、ご飯。はい、ご飯、ご飯。なんでこの時点で毎回甘えるようになった？はいはい、はい、ご飯。今日ご飯だよ。はい、どうぞ。いつかな、食べる方がいいよ。さあ、残るはアンズさんですが、出てきません。アンズちゃん、ご飯だよ。これを匂いさせるか。
敵がいるんだね。あっちゃんのとこの掃除がさ、うん、ちょうど帰ろうとしてる時に掃除してたら帰れないから後に回した。あんずちゃんですが、1ヶ月をだいぶ過ぎて、もう1ヶ月半ぐらいになるんですけれども、自分からケージを出ないっていうことがずっと続いていて、ケージの中でも触れないようにこう逃げ回っているという状況なので、ここ数日ですね、遊びと、ラブ&シオンとの交流みたいな形で、この1階を開けたりしていました。で、昨日あたりからこのキャリーですね、このベージュのキャリーの方に入ったりしていたんですけれども、今日は、開けた瞬間にスルスルっと出てキャリーに入り、この奥ですね、ここの奥からこの木の棚の向こうの、まあ、隙間ですね、その方向へ入ってしまいました。だいたいどの子も最初そこを見つけて、面白がっていくんですけれども、アンズちゃんの場合はこれ今結構危険な状態かなと思うのは、家庭内ノラの居場所としてそこを使う可能性ありと。ただここであまり刺激しないで自分から戻ってキャリーで、また生活してくれるっていうところを、うまくいけば出たり入ったりをちゃんと繰り返してくれるかなと。でそれをしている間に、スキンシップして仲良くなるっていうパターンがうまく取れればという感じです。なるべく刺激をしないで、ご飯をここに置いて待つということで、今日はちょっと様子を見たいと思っています。ジャン君さ、アンズちゃんのお迎えに行ってみない？そうそう、アンズちゃん、ジャン君がケージの中を覗いてるよ。見に行った、ありがとう、見に行ってくれて。ジャン君とさ、コンちゃんが 裏にはあんまり行かなかった。うん、本人は好んで行かないのにここを見に行くってことは、やっぱアンズちゃん見に行ってるね。入れないかな、2人ともまだちょっと無理なのかなって、うん、大人は無理なのかなって思ってたけど、ジャン君迎えに行ってくれてありがとう。お子様は行っちゃうけど、アンズちゃんちっちゃいからね、ちゃん来た。来たけどなんか暴れてる。あ、違うわ。ジャン君が追い出しにかかってる。うん。あのマックの、マオイマックの裏に入って。ちょっと
覗きに行く。ジャン君もいろいろ考えて役に立とうと思ってると思う。ジャン君はそんなとこにいるんじゃねえって言って怒りに行ってくれたんだよ。でも多分今のちょっと合いの手の泣き方はちょっと慕っておりますみたいな、みたいな泣き方をアンズちゃんがしてました。なのであなたのシャアは大して怖がられておりません。